ここは1日100万人以上が利用するメガステーション東京駅。その中でたった一人と出会う奇跡の物語。偶然ですね。偶然といえばまるで運命の出会いかのようにも聞こえるし。自意識過剰。何時でもいいから連絡してって言ったじゃん。それめんどくさいって言ったら私たちに未来なんてないんじゃないの。告白なんてありえないよ。サンタさん来てくれるかな。きっと来てくれると思うよ。そろそろ浩二に本当のことを話さないとな。49年前のクリスマスイブに東京駅で待ち合わせた。彼は来なかったけど。また会えるかな。明日のイブは東京行けるんじゃない。どうかな。イブの日高知に帰るんです。時間がないんだよ。偶然の出会いを運命に変えるのは自分自身だから。お父さんは浩二と会うために生まれてきたんだって。たとえどんな試練が待っていても、どんな思いを伝えるのは簡単じゃないけど、奇跡が起きるのを信じたくなる。全ては君に会えたから。